壊れたドア中学生の時、腕を骨折して通院している時期があった。ある日、病院内でジュースを買おうと通路の行き止まりにある自販機まで行くと、2つあった自販機の横の壁にドアがあることに気づいた。今までその場所には結構行っていたが、死角になっていたのか目につかなかったのか、そんなものを見つけたのは初めてだった。ただ、その時はあまり気にしてはいなかった。さらにもう少し日が経った頃、またジュースが飲みたくなってその自販機の前に行くと、例のドアが少しだけ開いていた。一瞬、と思ったが好奇心に負け、向こう側を少し覗いてみようとドアを開けた。ドアの向こうにはかなり長い廊下が一本続いていて、人は通っていなかった。突き当たりに曲がり角も見えたが、どういうわけか廊下の電気がすべて薄暗く、かなり見づらかった。しばらく見ていたが特に何も起こらず、なんだつまらないとドアを閉めようとしたとき、突き当たりの曲がり角から人影が曲がってくるのが見えた。人影はこちらに向かって歩いてきているようだった。よく目を凝らしてみると、まだ距離が遠くて表情はわからなかったが、その人影は片腕だけが異常なほど長く地面に引きずっていて、しかもなぜか首を左右に振りながら歩いていた。その気味悪さに気づいてゾクッとした瞬間、ゆっくりと歩いていたそいつが、変な大股歩きになり、早足でこちらに向かってきた。パニックになって慌ててドアを閉め、ジュースも買わずに待合室まで帰った。その後、その自販機には近づくことも避けていたので、結局あれの正体はわからないままだった。生きていた人間だったとしても、そうでなかったとしても、もうあんな怖いものは二度と見たくない。壊れたドア。落ちる黒い影。16歳の頃に交通事故に遭って、右足を骨折して数ヶ月入院することになりました。私が入院した病室は4人部屋で、そこには同じ年頃の女の子が3人入院していたのです。1人部屋ではないことにがっかりしましたが、年も近くて話も弾み、楽しい入院生活を送っていました。入院して2週間ほど経った頃、同じ病室の A さん、B さんが退院することになりました。そのために私と C さんは、それまで A さん、B さんが使っていた窓際のベッドへ移ることになりました。C さんと、なんだか寂しくなったね、と言い合ってその日は眠りましたが、私は夜中に変な物音で目が覚めました。コツコツと硬いものを叩く音が、どこかから聞こえてくるんです。C さんが何かしているのかと思って、ベッドの仕切りカーテンを開けましたが、C さんのベッドは明かりがついていませんし、どうやら眠っているようです。私もその日はとても眠かったので、そのまま朝まで眠ってしまいました。しかし翌日から同じような時間に同じような音が聞こえてくるようになったんです。時間は毎晩3時ごろ、何度確認しても音の出どころがわかりません。窓からかと思いましたが、窓の方を向くと途端に音は止むのです。C さんに相談しましたが、全く聞こえたことがないと言っていたので、ますます気になってしまいました。ある晩、いつものようにあの音が聞こえてきたので、私は急いで窓の方へ行き、その窓を開きました。すると、上から何かが落ちてくる影が見えたんです。もしかして屋上からの飛び降りかと思って、急いで松葉杖をつきながら、当直の看護師さんがいるところへ行きました。そこにちょうどいた府長さんに、今起こったことを説明すると、府長さんは顔を青ざめつつ、夢でも見たんでしょう。体に触るので、早く病室に戻りなさい。と言って、半ば無理やり話を切り上げられました。私も見間違いかと思ったのですが、その次の夜も、また次の夜も、同じ影が落ちるところが見えるんです。これはもしかして幽霊なのではと思って、怯えて過ごしていると、決定的なことが起こってしまいました。いつものように眠っていて、いつものように物音がして起きて、そして、いつものように窓辺に落ちる黒い影を見たまでは今までの通りです。しかしその日はその影が落ちた後にドサッという鈍い物音がしました。え？慌てて窓を開けて下を見た瞬間、窓の外からぐいっと何かに腕を引っ張られたんです。なんだと思って引っ張られている手の先を見ると、黒く長い髪で顔が隠れた女の人が私の手をぐいぐいと引っ張っているのが見えました。顔ははっきり見えなかったのですが、口が異様に大きくて耳まで裂けており、それがよだれを垂らしながらニタニタ笑っているんです。突然の恐怖に声を出す間もなく、病室は5階だったので落ちたらひとたまりもないと思い、必死に耐えていました。しかし相手の力が強くて、あ、もうダメだ、と落ちそうになりました。すると、その瞬間誰かが私を部屋側へ引っ張って助けてくれました。慌てて振り向くと、そこには顔をこわばらせた看護師さんがいました。窓を開けて下に飛び降りようとしているところを見たので、危ないと思って助けてくれた、とのことでした。引っ張られていた手を見ると、強く握られた指の跡が紫のあざになってついており、爪のひっかき傷もありました。看護師さんに手当てをしてもらった時に聞いたのですが、この病院では以前から上から落ちる影の噂があったようです。でも、噂なので皆知らぬふりをしていたけれど、もしかしたら昔に何かあったのかもね、と言われました。ところで、あんなにうるさくしていたのに、C さんが全然起きなかったので、気になって看護師さんに聞いてみたところ、あの病室には、今私一人しか入院していない、と言われました。どうやら私は毎日、ぶつぶつ独り言を言いながら窓の方を見ていたようで、看護師さんたちは怖くて見ないふりをしていたそうです。今ではその病院の全部の病室の窓に落下防止の対策がされています。あの黒い人影、そして不気味な女性と私だけに見えていた C さんは一体何だったのか。府長さんなら知っていそうですが、聞く勇気がなく退院してしまいました。その病院は今でも現役で運営しています。落ちる黒い影。レントゲン写真。病院でレントゲン技師をしとるのだが、一度だけ現像が出来上がったばかりのフィルムをその場で破棄し撮り直した経験がある。末期の肺がんの患者さん。胸部写真で病巣がなぜか真っ白に写っていた。不審に思ってよく見てみると、病巣全面にわたって小さな同じ顔がびっしり映っていた。ドクターに相談して、患者には見せずに破棄。次に撮り直した写真には、なぜかちゃんとがん組織が写ってました。病院勤めだから、いろいろあったが、あれほどゾッとしたことはなかったな。ちなみに、撮影した患者さんは3ヶ月後に亡くなられた。どんな境遇の方だったかは知らんのだけどね。レントゲン写真。はい、どうも。病院にまつわる怖い話、その1をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾウと申します。まあ100本近い動画上げて、病院にまつわる怖い話ってまだ1本目なんだなというふうに思いました。もうね、そもそも病院が怖いんですよね。いっぺん入院したことがあって、その時になんか病院にまつわる怖い話みたいな本を持ってったんですけど、やっぱ夜怖いですね。あれは持っていくべきじゃなかったなというふうに思います。あれは多分今から2年ぐらい前だったかな。髪の毛短いのになぜか前髪がかかってるように見える時期がありまして、なんか視野の端っこが欠けるな、なんかメガネの縁かな、みたいな風に思ってたんですけど、友達から病院行った方がいいよって言われたんで病院行ったら、網膜剥離ですって言われまして、両目なってて、片方はまだ比較的軽いので、今からちょっとレーザーで直します。で、もう片方は結構ひどいので、入院道具持ってきてください。明日手術します。みたいなことを言われました。これは結構経験則なんですけど、落ち込むこととかがあったら、皆さんまずは何も考えずにご飯食べてください。よくなんか映画とかドラマでも、なんか味方の一人が死んだ後、みんなでバクバクご飯食って、仇取るぞみたいなシーンがあると思うんですけど、あれ非常に理にかなってまして、そういうご飯を食べると負の感情が消えるのかな、確か。なんで病院で固め直してもらった後、速攻マックに行って、ビッグマックとポテトと、ナゲットみたいなものをバクバク食べて、結構平常心で入れましたね、そのおかげで。いや、急に手術って言われたらそれはびっくりしますよね。結構な大病院に入って、で、手術室入って、で、手術室の扉って実は手じゃなくて足で開けるんや、というふうに思ったり、なんか手で開けると手が汚れちゃうので、足でどっかのスイッチを押したら扉が開くんだったかな。へえと思いながら麻酔を受けて速攻眠りました。皆さん目は大事にしてください。健康が一番だなというふうに思いました。それでは病院にまつわる怖い話その2でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数がキリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、Twitter の登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。